早稲田商学部4技能試験5点分だけ4技能試験枠があるこの異常な数字、まあ、4技能試験で出してた方が美味しかったよね。数学選択の人はどうだったんですか。どうも始まりました、むちえちゃんです。今回はですね、前回の続きですね。はい、平野ペア、どうも、早稲田音楽塾代表の平です。よろしくお願いします。もう森哲くん、今日はですね、早稲田商学部4技能試験どうなの、有利不利みたいな、はい、そこの話に答えを出したいと思います。どうなの。はい、まずですね、皆さん、早稲田商学部の4技能利用型試験について説明をしておきます。うん、早稲田商学部は通常の3科目型受験スタイルと、そして4技能利用型スタイルの試験と2タイプあります、大きく分けて。はい、で、4技能利用型の試験は通常参加型にプラスして4技能枠が加点されます。うん、この形になります。はい、で、まあ結構ね、試験としてはいびつで、英語、国語、選択科目、この選択科目は日本史、世界史、数学になりますね。うん、で、定型もあるんだ。最近忘れちゃうんですけど最近忘れないね。まず選択科目があって、うん、そこになぜかね、5点分だけ4技能試験枠があるんですよ。はい、で、この4技能試験枠の5点もまたいびつで、英検準1級以上持ってないと受けられません。はいはい、で、準1級持ってる人は0点、1級持ってる人は5点プラスなんですよ。はいはい、誰が持ってるねんとか思ったりしちゃうんだけど、セッションを受ける人で。だから、まあ、英検準1級持ってる人だったら、まあ、受けれるよみたいなスタイルなんですよね。それで、まあ、この早稲田の4技能利用型なんですけれども、最大の特徴としては、早稲田の文や文工学部は、4技能利用型と、通常3科目型受験を併用して受けることができるんですよね。はい、そうですね。うん、だけれども、早稲田はどっちか選ばないといけないんですよ。そうそうそう、これがね、難しいシステムなんですよ。難しいんですよ、ここがね。で、まあ、この早稲田の21年から始まった入試スタイルで、今年3年目になるんですけれども、ちょっと遍歴を見ていきたいと思います。うん、受験者数と合格者数の形がこちらになってます。うん、見てください。21年、214人が受験して、66人合格。うん、22年、774人が受験して80人が合格、はい、23年246人が受験して69人が合格と、うん、分かりますか、この異常な数字。うん、なんか一個だけおかしいとこありますよね。そうなんですよ、22年だけやたら多いんですよ。はい、多いですね。で、これね、なぜこれが起きたか、まあ、これも自分で自分をね、あんまり大きく言うつもりはないんですけど、うん、我々が21年にさ、早稲田商学部は4技能型で受けろみたいなことを出してるんですよ、22年、はい、ね、うん、22年受験する人たちに向けて、うん、こっちが有利だみたいなね、うん、1個データなんかも出したりして、はい、で、その影響もあってか増えてるんですよね、この年だけ。 で、ね、僕この数値を見たもんだから、我々の動画まあまあ再生数あるからさ、この程度の数字だったら動きそうじゃん、人が。560人プラスですね。そうそうそう、だからもうちょっと22年何も言わなかったんですよ。そしたら元に戻りよったんですよ。ちょ、分かりやすとか思って。というのもあってですね、まぁ、あ、ちょっとこれなかなかコメントがしづらいんで、まぁ、あ、ちょっと今日は事実ベースの話をしていこうと思うんですけれども、皆さんこちらご覧ください。4技能型で受けた人からちょっとやっぱりデータ提供がなかったんで、まあ、具体的な数値は開けてあるんですけれども、まぁ、あ、こういった形になるんですよ。標準化後の得点で、まあ、80分のいくつ、60分のいくつ、選択科目も60分のいくつ。で、4技能試験が5分のいくつ。で、平均点見てください。4技能試験 1.057 だったんです。だから、まあ、やっぱりほとんどの人は0点で受けてるんですよね。っていうところがまず見受けられるなと。まあ、200点満点の試験で127点取ればよかったんですよ。4技能試験0点と仮定した時にね。と考えるとですよ。総得点で考えた時に、200点満点よりも205点満点の方が標準化って少し緩くなるんですよ。総得点が大きくなると。そういう計算になるんで。って考えた時に、まあ、それも加味すると、前回のさ、サンプル1で出したさ、合計点が 129.303 の子がいたんですよ。うん、彼なんかはもし4技能利用型で出してたら受かってたんですよ。はい、ね、っていうような形になって、これはね、やっぱりこう知歴公民型の方は、まあ、4技能試験で出してた方が美味しかったよねっていう話ではあるんですよね、この23年に関してはですけど。ね、だからまあ来年どうなるか、ここでまたさ、4技能が有利だって言うとさ、またガーってさ、ね、来ちゃって、ちょっとこれはコメントがしづらいですよねっていうようなところもあってね、こればかりはね、どっちで行くかはもう皆さんの運に任せます。うん、
どちらともちょっと言えないです。ただ事実として23年は4ギノリオの方が有利でしたと。でもしかするとこの動画を見て心揺さぶられる人がいればこっちに流れるかもしれないし、心揺さぶられなければ通常型で受けるかもしれないしみたいなところで、まあどうなるかちょっと分かんないんですよね。知歴公民型の人にとっては4ギノリオ型の方が有利でしたと。はい、じゃあ先生、数学選択の人はどうだったんですか。皆さん、今日からの大荒れはこっちです。おこっちも大荒れの話なんですよ。まあ、数学選択の人のちょっとシミュレーションを出してみます。こうなります。ドン、80分の47としてるんですけど、これはあの前回の動画の子ですね、サンプルに上げてありますんで、あのこの動画を見る前に必ず絶対前回の動画見た上で見てくださいね。ちょっと意味わかんなくなっちゃうと思うんで、はい、話し続けます。80点満点を60点に凝縮なんで、まあ、単純にね3分の4倍、まあ、要はかける約 1.3 倍ぐらいをした数字として設けてありますと。80分の47、36.195、数学 32.528、この辺はこのまんまですね。で、4技の試験は0点と仮定すると、見てください。合計点が 114.723 とか、このくらいになるんですよ、この子は。あれって思ってほしいんですよね、皆さん。この子、通常の数学型受験だったら、合格最低点まであともう6点とかなんですよ。それが4技の利用型でシミュレーションしてみると、あれれれので、あともう十数点必要になっちゃってるんですよ。つまりこの23年の受験に関しては、数学選択で受けてるとこの4技の利用型ちょっと不利だったかもねと。普通に参加型で受けるよりも、っていうようなことがシミュレーションできちゃうんで、ここがね僕が言いたいところで、数学選択の方は4技の利用型おすすめしません。やっぱりほら、有利になるかもねだったらさ、これ受けてみてもいいんじゃないとかさ、さっきのさ、知歴公民型の人たちみたいな感じになるんだけど、ちょっとこのね、十数点もの不利っていうものが、ひっくり返るのはちょっと考えにくいんですよね、イメージとして。だから、数学選択の方は、まあ、そもそも数学が得意っていうのもあるんで、合格最低点もぐってこう下がってくる、180点満点なんで、まあちょっと単純に下がってるよねとは言えないんですけれども、比較的まあその数学っていうものを、まあ殺しにくい、不利に働きにくい、まあ通常の形で受けた方が、数学選択の方はおすすめかな、というふうに思われます、ということです。で、まあ僕のね、スタンスとしては、まあじゃあ来年結局4技能型で受けるのがいいのかどうか、知歴公民型の人ね、数学型の人はやめた方がいいよっていうのがまず僕の意見として、知歴公民型の人に関してはちょっと僕は何にも言えねえ、難しい、どうなるか不明ってことですね。はい、なるほど。じゃあ4技能またどうなるかは分からないってことですよね。はい、もうだって言うと増えちゃうからさ、困ったもんだ確かに。はい、ということでまた判断が難しいと、ちょっと早稲田側もね、なんか考えてほしいな、両方受けさせてよと思うし、なんで、そう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 なのよね、なんでよ、だってわざわざ4技能型で受けても英語受けなきゃいけないんだもんね。そう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 です。ちなみにね、早稲田の文学部文化構想学部は我々がこんなのおかしいって言い続けた結果、来年か再来年なんですけど、あの4技能利用型の枠の人数が増えます。はいはいはい、うん、よかった、影響力意外とあるか、そうそう、言い続けてみるもんですよ我々。もう我々こそが早稲田です。早稲田浜田みたいな、はい、という感じで、ぜひ今後受ける方ですね、参考してもらえればと思いますので、データ、はい、参考してください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for my team.